世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。ヴィランと戦い、人々を困難から救う正義のヒーロー。そう、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。雫ってデクって読めるんだぜ。諦めた方がいいね。デクってのは何もできねえやつのことなんだぜ。ごめんね、雫。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。いつか僕らの上をスレスレに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜に、ただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が。そういや、ミドリアも幽霊志望だった。こらデク、無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。いいな、赤ちゃん。デクがどんな個性でも俺には一生かなわねえっつうの。もう一度遠くへ行け、遠くへ行けと僕の中で誰かが歌。どうしようもないほど熱烈に、いつだって目を離した君が二度と悲しまないようには。いつまでも雑魚で出来損ないのデクじゃないぞ、ガッチャ。僕は頑張れって感じのデクだ。守りたいだなんて言えるほど君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から。変わっていく僕を笑えばいい、一人が怖い僕を蹴飛ばして。君たち戦線特使に来たつもり。関係ねえ。上に上がれ。関係ねえ、かっちゃん。常にトップを狙う者とそうでない、そのわずかな気持ちの差は社会に出てから大きく響く。削られずに切れた今が、君の言葉で蘇る。鮮やかにも現れてく。さなぎのままで眠る魂を、食べかけのまま捨てたあの夢を、もう一度取り戻せ。お前がオールマイトの何であろうと、俺は右だけでお前の上を行く。親父の個性なんざなくたって、君のガラじゃないか。ダサいで一番になって完全否定なんてふざけるなって今は思ってる。全力でかかってこい。そこまでかっこいいヒーローになりたいんだ。
泣いて泣いて泣いてもがいて何度だって乗り越えてゆこう。泣いて泣いて泣いてもがいてもう一人じゃないから。雷霆怎样？牛逼！牛逼！
下次。你有什么资格考虑考掉那个名字？爆笑。好，开始了，开始。好，开始。准备三二一，分。